なんかこんだけ緩くてさ、オーディオコメンタリーできるの俺ちょっと嬉しいかも。なんかずっとかっちり2時間よりも、いやそうね、ここでな飛ばしすぎると持たないことが目に見えて、新鮮な気持ちで今映像を見てるもん。もう何もこの後の展開を思い出せない。普通はねチェックしてからね見たりするんですけど、大コメなんで悪しりとりでもやる。何悪しりとり、そんな関係なことやってんすか。あ、もうじゃあ悪いこと言えなくなったら負け。なるほど。あ、これは難しいぞ。悪しりとり、悪しりとり、悪いものでも悪いやつでもいいのね。じゃあちょっと発案者からいくわ。え、じゃあどういう順までいきます。あ、俺から時計回りでいくか。じゃあ刻まれている記憶ですから、ね、今見たら分かるから、過去のデータが分かる。全部ほらもうピンクは最初からちょっと高い。いや、 いや私かなりテンション低くしてる。いやテンションとかじゃないでしょ。かなり配慮してるなこれは。3匹の子豚は、いやもうちょっとやってるもん。いやこれより上げるの簡単だろう。でも今一番やりきった顔してる。判明したね一応ね。待て待て、悪は分かりました、悪は分かりました。巨悪の根源分かっちゃったな。うん、現場でもバレてる。まあ、やっぱ1位ダントツピンクだったから、そんなことはない。でもやっぱちょっとホワイトもやってたわ。2番は意外とグリーンだった。いや大きな流れは変えてないんで私は。いやでもちょっとグリーンの弾け切れないっていう弱み出てたよ。そうそう、イエローの言う通りで弾け切れない。やっぱこれ人前なんですよ。人前とかじゃイベントのゲームなんですよ。違う。パーンって歌入る前ぐらいに投げるみたいな演出あったじゃん。ありましたね。うん、あれこの時にも話してると思うけど、投げんの超むずかったよな。むずいよな。まあ形が綺麗に飛ぶ形じゃないですからね。投げすぎると客席に飛んでいくしな。そう。俺なんで笑っちゃったんだっけこれ。あれだろ、あの曲中でしょ。そうあの3人集まってでピンクが俺がふざけよう仕掛けようとしたのかな。なんか2人も張り合ってどんどん3人がやばいことてか、あそこってあの MV でも面白ポイントなんだけど、最後にピンクがなんかうんみたいな、がなりというかがなりぐらいのテンションしかない。いやそれはやっぱあの振り付けの先生にここはもう思いっきりやっちゃってくださいっていう、ね、高野さんがね、うんっていう指示があったから、私はちゃんとマニュアル通りに動いた。思いっきりってことだな、あれが。今思わず笑っちゃったからな。今さ、まあこの大米やるにあたってさ、紙出してもらってんだけど、まあこのその始まりから最後までの流れ目次みたいのがあって、あるな。あとまあ別のところでも話のテーマにっていうのでトークテーマなど出してもらってるんだけど、はい、宇宙移住ができるようになったら行きたい。行きたいかどうか。急に飛んだ。これって本番というかイベント当日で話したの、うん、多分本番に用意してた資料。これ本番でやったっけこれ。やってないっす。やってないんですよ。やってないやってないやってないけど、トークテーマであったんだ。一応あったんです。なんか選会場の構成飲食に選んでもらった、なんかああ3択で振ってくださいみたいなのはありましたけど、ただボツシリーズ。宇宙移住はそもそもモニターとかには出てないはず。いや出てたんだ。出てたけど選ばれたわけではないんだ。別にしたいと思ってなかった。これについてじゃあここで話していく。宇宙移住したいと思ってないんでしょ。じゃあここで話すか。じゃあまず宇宙移住の定義から。だからもうあの環境は整っていることにしようよ。その宇宙移住ってことは宇宙に浮かんでる何かこうスペースステーション的なところに移住するのか、別の惑星に行くのか、火星とか水星。それは大きな違いです。まあそこはどっちでもいいんじゃないか。いやだいぶ変わります。だいぶ変わるから。じゃあコロニーにしましょう。本当の日の光がある星じゃなくて、居住コロニーが。じゃあもう巨大宇宙船みたいな。じゃああれは地球の環境は変わってるんですか。そのあんまり住みやすくなくなってきたっていうこと、それとも今の状態で大丈夫。今の状態で大丈夫だったら行かない人の方が圧倒的に遅い。そりゃそうなんですよ。じゃあまあ、あっちに得があることにしようか。じゃあもっと